お酒が入ってないからね。Hello everybody, we asked our fans on Twitter and Facebook to submit questions, so we're going to go through them now. The first one is from CCLemon99. What had Guy been up to the time between the final battle and the wedding in the final episode? そこを想像してくれてるんですね。そうだな。ガイが何をしていたか。そう、もうバードニックウェーブを浴びる必要はもうないですから、全てを元の生活を始めているガイがいて、ただ一つ変わっているのは、自分がジェットマンとしてのその日々を過ごしてきたっていうことで仲間を得た、そこが変わってるだけで、あとはバードニックウェーブもクロスチェンジャーもすべて、スカイフォースに返して、普段の、ジャズを好むアウトローに戻っているっていうような感じですかね。 Okay, next question is from Tokopedia, who asks, how do you feel about Jetman's popularity spreading across the world via the internet? 私自身これ、それは自分でも、まあ、自分でやってきたことなんだけど、ある意味驚きでもあったり、なぜ、一つは共感できる役柄であるいう機会がっていうことじゃないですかね。だから有機害だけじゃなく、誰しもがそういう身に降りかかることで、変われる才能というか、才能を持ってる人たちは変われることができるんだっていう、才能を持ってなくてもね、その辺はね、なんかそういうような物語の中にこう感情移入できやすいタイプの役柄なんでしょうね、そう思います。Jeffrey asks, what is one thing that you and Guy have in common? ナチュラリスト。そうね、自然体ですよ、何でも。自然好みますし、その辺が、有機害は、ジャズはお前には分からねえなんていう言い方をするけども、本来認める人に対してしか本気で接しないので、あれは竜に対して言ってる言葉としてはすごい人間味あふれる自然体な言葉だし、結構ガイの言う吐くセリフっていうのは、まさしくね、もう人間味ですね、なんて言うんですか。ね、まあヒューマンボイスじゃないんだよね、ランゲージかな、そう、語る言葉自体が魅力ありますね。Groundman asks, what was your favorite behind the scenes moment during Jetman's production? ああ、エピソード。これね、いっぱい、もう1年間やってるんで、51話やってるんです。すごい有機害っていうのは、濃密にありますんで、皆さんご存知なのか、まあ私もインターネットで発言してたりして、知ってらっしゃる方は知ってらっしゃるかもしれないけども、掃除機次元、掃除機掃除、結婚掃除機だ、結婚掃除機という話の中で、ベンチが飛んできて、台本上はね、掃除機次元がこう突風をビューって吹きすさぶ、その突風の中で有機害が相対して向かおうとする中で、いろんなものが飛んでくるんですけど、
私はタキシード姿でね、結婚掃除機っていうタイトルがだけに愛を奪う、掃除機事件が現れて女の人の愛を奪っていくっていうようなストーリーなんですけど、偽装結婚を、アコとガイがして、その掃除機事件が来るのを待つんですけど、まあそういう格好ですから、白いタキシードじゃないですか。でその格好で、トップに対してこういるわけで、そこでこうベンチだとかいろんなもんが飛んできて、それは確かに台本上はあったんですけど、一つね間違いはね、そのベンチがね、通常割れるようなウレタンでできてるようなやつでできてると思うじゃないですか、演じてる方は。角材だったのね、本当に硬いんです、その木材のね、このぐらいの太い木で、当たった瞬間にうっって思ったんだけど、芝居をそのまま続けて、はいカットって言われる、 OK って言われるまで芝居を続けた後で、その地面にこう這いつくばるような形でうってこうこらえてたら、この辺からこう滴り落ちる温かいものがあって、芝生の上にね、赤いものがいっぱい広がって、で、まだシーンは残ってたんで、とりあえず龍が、田中幸太郎が、氷を持ってきてくれて、冷やしてくれて、傷口をね縫うわけにいかないから、ね、そういう米軍の人たちがいるわけでもなくそういうもう結局冷やして、血液が出ないように、なるべく出ないようにして、その後のアクションをこなして、そのまんますぐそのタキシード姿で、病院行きました。そうしたらね、待合席で白いタキシードの青年が、私その時25歳だったので、座ってるわけですよ。この辺赤いし血液まみれで、ここはこう押さえてて、こうやって待ってるわけですね。そうすると、患者さんたち、ね、通院してるような人たちは見て見ないふりをするわけでしょ。で看護婦さんも通りかかってこちらの方をちらっとは見るんだけど、喋りかけない。でやがて20分ぐらい待って、若松さんって呼ばれるじゃないですか。で入って行って、その診察室でお医者さんが私の顔を見るなり目線を下げたんです。どうされましたってどうされましたって言うんで、いや結婚式とか撮影でっていうのはこれ言わない方がいいんだろうなって思って、まあ言うといろいろと撮影上ね、作品上問題が出てくる、生じるだろうなっていうような思いがあって、言わないようにこう、まあいろいろあったんですけど、ベンチが飛んできましたよって言ったら後ろの看護さんがふんってこうなったんですよ。なったけど笑っちゃいけないから、その後に私は逆に聞いてほしかったんだけど、とかね、なんか驚きでまたなんでとか言えば、いやまあいろいろとこういうことでって説明のしようがありそうなんだけど、ってこう吹きそうになるのを抑えながら、真面目な質問で今日縫いますかっていう答えが来たんで縫うわけにいかないんで、次のシーンだってあるからこう反らなきゃいけないじゃないですか。だからそういうのはね困るので、縫わないでくださいって言ったら、分かりましたって言って、ここに薬を塗られただけで返されたんです。でその後、ある程度シーンをこなして、ロケバスで帰る中でずっとこの氷を入れた袋で龍が押さえてくれたんですね。で当時私、
お風呂をね、当たり前にこう毎日入るのは当たり前じゃないですか。その時に私銭湯に通ってたんです。銭湯が好きで、近くに銭湯があって、で、公衆浴場でシャンプーしてるといつまで経っても赤いんですよ、こうやって。それがね、シャンプーのその赤がね、消えるまで1週間かかりました。だから傷口はだいたい3針ぐらいだったんでしょうね、本当縫うと、うん、だからまあいい思い出ではないですけど、エピソードとしてはまあ面白いかなと、うん、そういうこともありました。多々ありました、そういうことは。Alden asks, do you keep in touch with your former castmates and any other Sentai heroes? あの、まあね、あの、なんて言うんだろう、そのレジェンドヒーローなんて呼んでいただく、なんかそういう時代になったんで、横のつながりっていうのがかなりできて、まあ、ゴーカイジャーの、ね、小沢くんもそうだし、いろんな歴代の方々といろいろと顔を合わせてお酒飲む機会も増えたので、はい、合ってますよ結構。Weibo Shotgun asks, We know Guy's favorite, but what is your favorite drink? はい、シングルモルトは大好きなんですけど、私焼酎が大好きです、特に芋焼酎が大好きです。はい、知ってますか焼酎。Viz17 is my real name asks, but I don't actually believe that's his real name. What were your opinions on Jetman's ending? Should Guy have stayed with Kaori or was she better off with Ryu? いや、男と女は分かりませんから。そうでしょう。ガイにも分かりません。どうでしょう。Popcorn? I don't know. Ask, what was the hardest scene to do in Jetman? 苦労したシーンね。苦労したシーン。いやー。あの、苦労ってあまり思ってないですね。あの、夢中になって参加してた作品なので、うん、まさに勇気外でいられた1年間ですから、うん、何もないです。Arch Rival asks, Have you memorized even now your own character song? 歌詞カード必要です。炎のコンドルね。はい。あの、カラオケでもついつい見ちゃいますね。今日本ではカラオケになって私の歌が出ているので。Bob asks, Do you see yourself ever coming back to Tokusatsu again? But what kind of role this time? イメージ的にはもっとナチュラルで、そうだな。例えばバイクを修理している。お店の主人だとりだったりとか、まあそこがあのその人が何かに巻き込まれて、そういうふうな作品というか、あの、ヒーローものに関わるような形に巻き込まれていくっていうような流れの方が演じやすいのかもしれないな。普通に、生活している中の人が、そういう特撮の作品に入っていくっていうような方がいいかもしれない。逆に戦隊シリーズだったらバンダイの、社員が、おもちゃを作ってる人がなんかこうね、あるこう光を受けてそのおもちゃが、変わっていくのをだんだんこう夢中になってこう入っていくんだけど、だんだん悪に変わるのか正義に変わるのかわからないけれどっていうストーリーの中で始まる作品も面白いかなと。Bandai の社員がね。And from our Japanese fans, from Kuro Ae. はい。He asked,
How did it feel after finally defeating Gray and you lit his cigarette? What was it like? そうですね、ジェットマンっていう作品はいろんな愛の形、愛の表現の仕方っていうのを竜の 愛する愛し方の形だとか、竜の愛し方の形だとか、例えばラディゲーがマリアに対する愛の形だとか、いろいろあるんですけど、グレイはね、沈黙の愛なんです。語らないんです。そういう愛の形をある程度表現した作品でもあるので、ガイとしては、グレイっていうのがね、ロボットなんだけど、より人間に近い存在で、しかもライバルであったような、そういう感覚でいたんだと思います。だからお互いに対して、敵対して戦って、相手がまさにこう死ぬ、死ぬ時に、友情でもない、なんだろう、分かち合ったものが得られる、そういう中でもあったので、葉巻に火をつけてあげるっていう行動が全てに現れたところですよね。だからどう思ったかって言ったら、まあ、全てはそこです。わかりますか？そこです。Kyosuri asks, how was the Akko character song created? 陽気なアコちゃんっていう曲もそうなんですけど、炎のコンドルの話でも、結局プロデューサーの鈴木さんと、私は、何回か何回も、飲みに行ってやっぱり酒が絡みますけど、そこでまあ日本のバーにはカラオケがついてたりしてた時代なので、よく私は歌を歌ってました。で、結局音楽を学生時代やってきたこととか、いろんなことを喋りながら、いろんなお酒を酌み交わしたりしてたんで、その席で、炎のコンドルに対しても、陽気なアコちゃんに対してのその作曲の話も、そこでもう一緒くたにあったような話ですね。And finally, could you give a message to foreign fans watching right now? そうですね。ジェットマンのファンでいただいて、ありがとうございます。本当に、作品から1991年に撮影された作品からもかなりの時間を経て今がありますけども、いまだにね、いろんなインターネットを通して、そのツイッターだとかフェイスブックだとか、応援メッセージが届くので本当にありがたいです。モチベーションも上がります。で、これから先ね、また特撮作品に関わっていけるように私も頑張ってますので、今後とも応援よろしくお願いします。あとはオリンピックが、あと東京オリンピックがね、あと5年ぐらいで始まりますけど、それまでにね、なんかね、皆さんで楽しめることができるといいですね。やりましょう。Thank you very much for coming on. Oh, よろしくお願いします。